いらっしゃいませ。岩下さん、ご案内いたします。いらっしゃいませ。お待ちしておりました。ご案内いたします。岩下さん、どうぞこちらへおかけください。お飲み物をご用意しております。そちらのメニューからお選びください。ミルクティーください。西名さん、本日のサインはこちらになります。はい、ご注文はミルクティーでよろしいですか？はい。はい、かしこまりました。岩下さん、アシモは本田の社会活動について紹介しています。お待ちの間聞いていただけませんか？はい。はい。それでは、あちらのディスプレイを使ってお話しします。それでは、ホンダの地球環境への取り組み、ビーチクリーン活動についてリポートしてきましたのでご紹介します。岩下さん、こちらをご覧ください。砂浜を颯爽と走るマシン。これ、一体何やってるんですかね？実は、このマシン、ホンダがビーチクリーン活動のために開発した専用ビーチクリーナーなんです。このビーチクリーナーのことについて、ビーチクリーン活動を担当する社会活動推進室大野さんにインタビューしてきました。それでは再生しますね。このマシンはホンダの ATV に独自開発した軽量でコンパクトな機材を装着し、牽引して使用するシステムになっています。機材は熊手の役目をする3。お待たせしました。岩下さん。ご注文のお飲み物が来ました。こちらに置きますね。ありがとう。どういたしまして。どうぞ、飲みながらお聞きください。このマシンは、ホンダの ATV に独自開発した軽量でコンパクトな機材を装着し、牽引して使用するシステムになっています。機材は、熊手の役目をするサンド冷気と、ふるいの役目をするサンドスクリーンの2種類があります。なるほど。ところで、どうして特別なマシンまで作って砂浜を清掃する必要があるのか、そのあたりのことを実際にビーチクリーン活動を指揮されている新谷さんにインタビューしてきました。それでは、再生します。近年、海岸では人がゴミを放置したり、流れ着いたゴミが非常に増えています。そこで、ホンダでは素足で歩ける砂浜を次世代に残したいという思いのもと、全国の海岸を清掃するビーチクリーン活動を積極的に展開しています。このビーチクリーン活動は2006年にスタートし、100カ所以上350回も実施しているそうです。これでお話は終わりですが、ビーチクリーン活動について何かご質問はありますか？
アシモはビーチクリーン活動に行かないの？アシモも砂浜を歩けるようにしてもらって、ぜひビーチクリーン活動に参加したいです。リポートした内容でわかることはお答えしたいと思います。海岸にはどんなゴミがあるの？砂の中には錆びた釘やガラス片、木くずなどがたくさん混ざっています。貝殻などでの怪我も多いので、砂の表面にあるものは丁寧に拾います。その他にご覧のようなものを発見することもあるそうです。ご質問がなければお話を終わりにします。よろしいですか？はい。それではビーチクリーン活動の紹介を終わります。ここでホンダの各事業所の天気予報です。和光の今日の天気は晴れのち曇り。明日は曇り時々晴れで、その他の地域はこのようになっています。引き続きまして、現在のホンダ太陽光発電システムの発電電力をお知らせします。今日は天気がいいので、たくさん発電しています。担当者が来るまで、もう少し、あちらのソファーでお待ちください。